はい、こんにちは、116ウィンズです。2024年の MLB のシーズンがついに本格的に開幕となりましたね。長かった冬が終わり、日々当たり前のように野球を見られる幸せというものをかみしめている今日この頃です。野球のシーズンはファンにとっても長く、当然どんなに強いチームであっても全体の4割くらいのゲームは1年間で負けることになりますので、いつも好きなチームの勝ち試合を見られて幸せというわけでもないものの、毎日の暮らしの中で熱くなれるものがある、これだけでも日々の潤いが増すと思っている部分もありますので、私自身もマリナーズの試合を楽しみにしながら、やっぱこれだよなと思ったりもします。マリナーズもレッドソックスとの開幕4連戦を分けまして、悪くはないスタート切れましたんで、この調子で頑張ってもらいたいところです。さて、シーズンが開幕したということは当たり前なんですが、開幕ロースターに入る26人の選手が決まったわけなんですけれども、その中で私としては少し寂しくなるような DFA もありました。外野手のテイラー・トラメルが開幕ロースターに入れなかったんですよね。トラメルはパドレスとの最後のエキシビジョンマッチまでカットされずにロースターに残っていたんですが、最後の最後で枠から漏れてしまったと。で、トラメルはすでにマイナーリーグオプションが切れている選手です。開幕ロースターに入れずオプションが切れていることから、ウェーバーを介さずにマイナーに落とすこともできないため、今回開幕直前に残念ながら DFA という形になってしまいました。DFA された選手はトレードやウェーバー経由で獲得を希望する他球団へ移籍するか、そういったチームが現れなければアウトライト、マイナー降格、さらにはリリースということにもなり得るんですが、トラメルの場合はポテンシャル自体はかねてより評価されている選手でありますので、まだ処遇の方は決まっていませんが、おそらくアウトライトとはいかないかなと。どこかのチームが彼にチャンスを与えると思っていますので、トラメルのマリナーズでの生活はこれで終わりになってしまうのではと予想しています。トラメルはポテンシャルは秘めていたものの、伸び悩んでいた感もある26歳左打ちの外野手。2021年にメジャーデビューを果たしますが、以降なかなかメジャー定着とまではいかず、3年間で合計116試合出場して通算15ホーマー、 OPS6 割3分9厘、バッティング面はお世辞にもメジャーレベルには達していなかった印象です。今まではオプションが残っていましたので、マイナーで彼の才能が開花することをじっくり待つこともできたんですが、ついにそのオプションも切れてしまったことで、この春はマリナーズに残るつもりなのであれば、彼にとっても勝負の春だったはずなんですよね。ところがスプリングトレーニング16試合でも OPS7 割9分1厘、決して悪くはないかもしれませんが、同じ左打ちの外野手であるドミニク・キャンツオンがこの春首脳陣に猛アピールをしていた中で、トラメルをあえてロースターに入れる理由も特になかったと。個人的にもスプリングトレーニングが始まる以前よりトラメルがよっぽどアピールするか、あるいは外野陣に何か不測の事態が起きない限りは DFA 待ったなしだろうと思っていましたが、それが残念なことに現実のものとなってしまったわけです。トラメルはかつてはトッププロスペクトとして球界の中でも高い期待を受けていた有望株でした。身体能力の高さに定評があり、空振りは決して少なくはないものの、パワーも発揮できる選手として評価されていたトラメルは、2016年ドラフトでレッズからドラフト1巡目指名、全体35位指名を受けてプロ入り。高卒でのプロ入りでしたが、ハイエーまで大きくつまずくことなく順調に昇格を果たしていきまして、それに伴って球界内での評価もアップ。2018年に行われたプロスペクトのオールスターゲームであるフューチャーズゲームで MVP を取ったこともありましたね。2019年開幕前時点で MLB.com が発表した球界全体のプロスペクトランキングにおいても、トラメルは全体16位とかなり高い評価を受けていました。当時のスカウティングレポートなど読んでみますと、トラメル自身が持つ才能や感覚、そしてメイクアップ、野球選手の資質という部分でも高評価だったようで、その期待の高さが随所で感じられました。ただこの2019年開幕前の時点がおそらくですが、トラメルの評価のピークだったようにも感じます。2019年は彼にとって21歳のシーズンにして開幕からダブル A スタートとなったんですが、ここで上のレベルのピッチャー相手に苦しんでしまったと。レッズのダブル A で94試合出場し、三振を平均程度に抑え込みながらフォアボールをきっちり選んでいた点は評価できるんですけれども、打率2割3分6厘 WRC プラス106と、せいぜいリーグ平均程度のバッティングしかできていなかったと。ここでちょっと評価を落としてしまったのもあってか、レッズとしても欲しい選手を獲得するためならトラメルは出せるくらいの立ち位置になってしまったかもしれません。2019年のトレードデッドラインで成立したレッズ、パドレス、インディアンス間の三角トレードにてパドレスへ移籍することになります。ちなみにこの三角トレードでは、インディアンスからレッズに後にサイヤング賞に輝くことになるトレバー・バウアーが、パドレスからインディアンスに今季日ハムに加入したフランミル・レイエスが、レッズからインディアンスには何かとお騒がせなヤシエル・プイグが移籍したトレードでもあります。パドレスに移籍してからもなかなかトラメルの調子は上がりませんでしたが、シーズン終盤になってようやく少し持ち直してのフィニッシュとはなりました。パドレスでちょっと調子を戻したトラメルでしたが、ただポテンシャル先行型のプロスペクトはそのポテンシャルを開花させるまではチームの未来のコアとして信頼しにくい以上はトレードの駒になりやすい。
そしてたった1年でトラメラはまたもトレードとなりまして、2020年は新型コロナウイルス感染拡大の影響でマイナーのシーズン自体が中止となってしまいましたが、プレイオフを是が非でも目指したいパドレスはこの年の戦力とはならない。トラメラを中心としたパッケージで、当時キャッチャーもできるユーティリティにしてバッティングも絶好調だったオースティン・ノラを獲得。このトレードでマリナーズはトラメル以外にもタイ・フランスとアンドレス・ムニョスという現在の主力選手2人もゲットし、今思えばフランチャイズの未来を好転させるトレードだったわけですが、その中でトラメルは多少評価を落としたとは言っても、このトレードで唯一球界全体のプロスペクトランキングでトップ100位以内に入っていた選手でしたんで、まあ期待はされていたと。当時の自分の動画見返しましたが、ノラを中心としたパッケージで獲得できるプロスペクトとしてトラメルは最上級と語っていまして、随分と嬉しそうにしていました。まあフランスが来たこともめちゃめちゃ喜んでましたけどね。2年間で2回もトレードを経験したトラメルですが、ついにメジャーへの扉が開いたのが2021年。この年のスプリングトレーニングで打率3割1分1厘、 OPS も10割超えと絶好調だったトラメルは、当時9回内でも5本の指に入る外野の有望株ジェレット・ケルニックを差し置いて開幕ロースター入り。開幕戦5番センターでメジャーデビューを果たし、この試合は8回5点差をひっくり返すマリナーズらしいカオスボール全開の展開だったんですが、トラメルも満塁で押し出しのフォアボールを選ぶなど、しっかり勝利に貢献してくれました。当時のマリナーズは2020年の新人王カイル・ルイスがいて、マイナーにはケルニックやフリオ・ロドリゲスが控えていたりと若い外野手が多かった中、トラメルがメジャー定着を果たすためには 1,2 年以内にしっかり結果を残す必要があったわけなんですが、ただその後のトラメルは正直まだまだ荒さが目立ちましたね。時折ものすごいパワーの片鱗は見せてくれるのですが、あまりにメジャーレベルで使うには確実性に欠け、通算打率1割6分8厘、全打席に占める三振の割合 37% では、まあさすがに厳しいですよね。トリプル A では割と結果を残すことも多く、そのためにメジャーに舞い戻ったんですが、上では結果が出せないという典型的な 4A プレイヤーにとどまってしまったマリナーズ時代。ポテンシャル先行型の選手はロマンの塊ではあるんですが、同時に育成も容易ではない。トラメルもその例に漏れなかった印象です。で、今回こうして DFA となってしまったわけですが、まあマリナーズの外野陣の状況からしてトラメルにチャンスはほぼなく、こういう結末になることもあらかじめ覚悟していたとはいえ、やはり残念という気持ちが強いです。レッズ、パドレス、マリナーズとメジャーデビュー前からたらい回しになっていた時点で、そのポテンシャルが開花することに関しては球界内でも疑問を持たれていた部分もあったんでしょうが、それでも2020年、まだ再建中だったマリナーズが未来に向けて行ったトレードで獲得したパッケージの中心的存在だった事実に変わりはなく、その選手がこうして才能を開花できないままマリナーズを去ることになりそうなのは寂しいです。トラメルの才能を少しでも伸ばせる場所があればいいんですが、それは果たして叶うのでしょうか。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後ですね、メルビンに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。